どうも、不動産屋の店長です。えー、本日はですね、とある 2DK マンションからお送りをさせていただいております。リフォームも完了済みです。今回はですね、ここのキッチン周りをですね、今回変えたお部屋になっておりますと。はい。本日のテーマン、資産の高い マンションの特徴。この三つだけを抑えろ。というテーマで話をしてみたいと思います。はい、えー、マンションですね。はい、えー、今ですと、あのー、任意売却。まあ、金利上昇に伴って住宅ローンがお支払いできない。このケースも少なからず増えています。はい、そして、えー、特にま、固定金利ですね。えー、これから、 上昇するんではないかなと思われます。そんな時に改めてマンションを購入する方に向けてのお話になるかとは今も考えているんですが、そもそも資産が高くなるマンションというのはどういったものなのかについて、今回は3つのポイントに絞ってお話していきたいと思います。3つです。はい。 で、えっ、ー、と、一つ目ですね。一つ目。はい。これ、えっ、ー、と、結構一つ目からが私ポイントだと思っていて、何かっていうと、そのマンションが賃貸需要があるかっていうポイントを、改めて先に一つ調べてほしいと思うんですね。賃貸需要。はい。えー、この後も実は話そうと思ったんですが、予感のがアクセスとかであったり、街の環境とかであったり、 こういったのもですね、あのもちろんポイントに上がるんですけど、まず前提として、賃貸需要があるかっていうポイントをですね、えー、私個人としては改めて伝えてみたいと思います、はい。何かっていうと、資産の価値があるマンションということは、結論、売買でなくても、賃貸としても魅力があるのか、そして賃貸として貸し出した場合に、 どれくらいの賃料として貸し出すことができるのかこれがですね、まず資産価値の高いマンションの場合は、賃料がかなりいいお値段で貸せるケースもあるんですね。はい。まあこのいいお値段というのは、まあ都内、例えば 2LDK、場合によっては 3LDK になってくると、もう何十万の話なんですよね。十万とかの話じゃないです。 これが20万、30万、バイオタ40万で貸し出して、借りてくれる方もいらっしゃるんですよ。はい。例えば、えっと、神奈川県内、横浜市、徒歩10分のところで行くと、これも平均して、例えば10万以上で貸し出せるのか。そういった点もですね、非常に、えー、考える部分かなと思います。 なかなかですね、この話は盲点になる人もいるんじゃないかなと思うんで、まず、例えば、これ町の不動産屋さんでもいいです。例えば、売買購入する営業マンの方に、えー、質問してもいいです。賃貸需要としてはどうですかと、はい。ぜひこの質問をしてほしいと思います、はい。そうなってくると、じゃあ、賃貸需要として、えっ、ー、と、価値が高いというマンションであれば、どんなマンションかということで、二つ目でいくと、 アクセスになりますよね。アクセス。はい。えー、やはりマンションということで、えー、借りられる方もですね、やはり仮にサラリーマンの方であった場合は、駅までのアクセス、考える方が非常に多いと思います。そこでやっぱり一つの目安になるのが、徒歩10分。 徒歩10分ですね。この10分と15分で、えー、例えばこれ具体的に言うと数も、UM、のですね、えー、検索ワード、ランキングで、えー、と指標としてみると、10分と15分ってものすごく価値が変わるんですよ。はい。なのでそういった面で行くと、まずこう購入される物件が徒歩10分なのかどうか。はい。ただ、この10分もですね、えー、実際に 歩いてみた上での10分が望ましいです、えー。不動産表記80メートル換算の10分。あの場合によっては山あり、坂ありっていうところで実際の徒歩件数と異なってしまうというケースも中にはあります。はい。これはできる限り歩いた段階での10分というところがまず望ましいポイントの一つになりますと。はい、えー、最後、三つ目ですね。三つ目。はい。 これをですね、えっ、ー、と、住宅ローン工場とにも関わってくる部分なんですが、平米数になります。平米数。えー、つまり、えっ、ー、と、50平米以上ですね。はい。こちらが一つの目安になってきます。えー、50平米ということになってくると、今日撮影している物件のように、例えば 2DK、2LDK であったり、あのー、1L、1LDK とかだと、多分かなり厳しい数字なのかなと思うんですが、 えこういったですね、住宅ローン工場を向上するためには、占有面積の平米数というものが定められています。はい。つまり、売りやすい、買いやすい条件の物件でなければいけないんですよ。はい。えー、住宅ローン工場ですね、えっ、ー、と、こちらは思ってる以上にですね、特に、え、サラリーマンの方、勤務されている方にとっては、あの、大きい、えっ、ー、と、指標になってきますので、そういったところで、今後、売却ですよね。 はい。一生住むかもしれないという物件かもしれないんですが、えー、今後ですね、相続であったり、何かで身分整理しなければいけないといった際には、売却、出口戦略、しっかり考えなければいけないと思います。はい。そんな中で、気軽に今の自分の人生だけで使えばいい。 というわけでなく、あくまで最悪のケースも考えた上で、マンション等を購入されるというのが、私にとっては大事かなというふうに思っています。はい。なので、えっと、今回はですね、最後に50平米以上というポイントを挙げました。 また、あの、近年ですね、テレワークも増えてますよね。テレワーク。はい。なので、えー、間取りというところについても変更が可能なのか、または、テレワーク部屋として、えー、一つ部屋を構えることなどができるのか。うん、こういった点もですね、えー、今後の資産価値というものを踏まえた上で、えー、大事な点になりますので、ぜひ、この3点。賃貸需要があるか。はい、アクセス。 そして、占有面積。はい。当たり前のこの三つになるんですが、えー、一つでも欠けている方がいらっしゃるようであれば、その一つを付け加えた上で、マンションの購入というものをですね、考えてほしいと思います。はい。えー、本日の動画は以上にしたいと思います。もし、中古マンションご購入で悩まれている方いらっしゃいましたら、神奈川県ですね、えー、私、不動産屋の店長の方でご対応することも可能になります。最後は、 失礼しました。最後は営業トークで終わらせていただきたいと思います。いつもご視聴いただき、ありがとうございました。